皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日は簡単なフェイスベールの作り方をご紹介したいと思います。用意する材料は27センチ角の布とレースの布、120センチのリボンです。5ミリ5ミリで型をつけていきます。ここを縫います。こちらも同じように型をつけます。反対も同じように型をつけます。レースの方も型をつけます。反対も同じように型をつけます。Thank you.
布とレースを重ねます。両方を縫っていきます。先ほど左右を縫ったので、今度は上の方に型をつけていきます。ここにリボンを合わせます。留めておきます。完成です。出来上がったのでつけてみたいと思います。ちょっとね、雪の女王みたいな感じの綺麗なキラキラがついてる水色で、ちょっとすっきりした感じで出来上がってます。もうね、つけるのは簡単です。後ろに紐を回してここを結びます。後ろを結びます。こんな感じです。そうするとこんな感じでフェイスウェルの出来上がりです。普段は下にマスクを装着してお食事をするときなんかにこれをつけると、このままちょっとここをめくってここを引っ掛けてもいいし、このままでこうちょっとここを片手で上げてこちらでお食事をしたり飲み物を飲んだりすることもできます。とってもね、夏に向けて涼しいあのフェイスベールなので簡単に作れますから、ぜひ1枚作ってみられたらどうかなと思います。
とても装着もしやすいです。ここ紐で結ぶだけです。簡単なフェイスベルでした。いかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。